どうも、マーケティングチャンネル、オキです。小林です。では、今回のテーマお願いします。今回のテーマは、ビジネスで一番大事な感覚。ということですね。まあ、ビジネスやってると、まあ、いろんな感覚を研ぎ澄ませみたいな話ってよくあるじゃないですか。はい、その中で、どの感覚が一番大事なのかっていう話をちょっとしていきたいなと思ってるんですけれども、はい、これはね、結論から言うと、違和感。金銭感覚とか。はいはい、ありますよね。情報感度とかじゃないですか、まあ、そう思うじゃないですか。まあ、それこそ金銭感覚を狂っちゃったらもう結構難しいし、なんだけど、その中でもやっぱ違和感っていうのは圧倒的で、なんでかっていうと、金銭感覚とかが狂っていく場合も、情報感度が鈍っていく場合も、すべてこれは違和感からしか発生しないんですよね。で、この違和感っていうのは、すべてにおいての元凶になり得る感覚なわけですよ。でよく僕がこれ思うのが、その直感ってあるじゃないですか、はい、直感ってすごく大事にしてる経営者って多いですよね。で、この直感でなんかこのビジネスありたいそうだねとか、直感でこれ儲かりそうだねって思ってやったら儲かったみたいなことってよくあって、で直感っていうのはね、これ非常に素晴らしいんですよ。この直感ってどこから来ているかっていうと、経験から大体来てるんで、まあ、大体裏付けされたものがあって直感っていうのが跳ねてくるっていうのが直感の正体なんだけど、なんだけどこの直感っていうのは基本的には大体 50-50 なんですよね。だから外れる場合もあれば当たる場合もあるっていうのが直感なんですよ。例えば人間関係でなんかこいつめちゃめちゃ嫌そうだなって思った人も、ちょっと話してると、あれ実はめっちゃ嫌じゃないとかってあったりするわけですよ。だから直感っていうのは意外と覆ってしまうものだったりするんですよ。なんだけど、この違和感っていうのは 100% で当たるんですよ。ちょっといまいちピンときません。まあそうだよね。この違和感っていうのが 100% 当たるのはなんでかっていうと、違和感っていろんなところに抱くじゃないですか。例えば人間関係で、なんかこの人別に好きでもないし嫌いでもないけど、なんか一緒にいてちょっとなんかモヤモヤするなとか、なんかスッキリしないなっていう人って言いますよね、うん、そういうのって多分一生残り続けるんですよ。この違和感っていうのは自分にとって不快であるったりとか、なんか嫌な感覚っていうのを察知するからなんですよね。で、この嫌な感覚とかを察知できるから違和感になってくるわけですよ。嫌な感覚っていうのって絶対に当たっちゃうから、人間関係とかにおいては違和感を感じる人とずっと長く一緒にいる人って 100% いないわけですよね。だから実際いないじゃないですか。多分これを見てる方もなんか直感で好き嫌いはあるけど、違和感をずっと抱きながら人と接してる人ってほぼいないですよね。まあそれが業務だったらまた別だけど、でこれって金銭感覚とか情報感度とかにもつながっていて、例えば金銭感覚って最初はまあ普通で、めちゃめちゃ儲かってくると狂ってくるわけじゃないですか。で狂ってきた時って自分では気づかないわけですよね。で自分で気づかないんだけど、誰かからするとそれは違和感になるんですよ。例えば今まで1000円をめちゃめちゃ大事にしていた人が1万円全然大事にしてないなって思ったら、その時に何を第三者が見て思うかというと、別に特に何も思わないんですよね。だからこいつ儲かってんのかなとか思うんだけど、じゃあどういう感覚でそれを感じるかというと、違和感で感じるわけですよ。なんかこの人どうしたみたいな、なんか変わったよねとか、何がどうなったのかの言語化はできないんだけど、でも感覚としてはなんかその行為に違和感を感じるみたいな、違和感から発生するわけですね。だから金銭感覚が徐々に狂っていくっていうのも、基本的には第三者から冷静に見るとそれが違和感から生まれているものなわけです。じゃあ逆に言うと、この金銭感覚狂わない人ってどういう人かっていうと、この違和感に自分で気づける人なんですよね。だから1000円札を大切にしていて、1万円札を大切にしなかった自分に対してなんか違和感を感じる人っているわけですよ、はい、それって別に金銭感覚じゃなくても、思い出の品をすげえ取っとく人がお金をすごい得て思い出の品を捨てようっていう判断をしたとする、判断をした時にほとんどの人ってその瞬間に若干違和感を覚えるわけだよね。なんかちょっとこれ捨てるみたいな違和感を覚えるわけですよ。でそうやって別に言語ができないんだけど、違和感になってくる。そういうのに自分から気づけていくと、金銭感覚とかも狂うはずがないわけですね、うん、でその情報感度だってそうで、アンテナ高く張っていた人がなんか徐々に情報感度低くなっていくと思って、なんか情報収集を自分からしてないよねとかっていう違和感に気づくわけです。だから自分の中で違和感にちゃんとアンテナを張れる人っていうのは、基本的には絶対に成長も成功もするっていう人なんですよね。だから結構それこそなんか採用の面接とかも30分なんか1時間で対応してても、相手がどういう人なんか分かんないじゃないですか、はい、でその人を採用するって企業としてはめちゃめちゃリスクがあるじゃないですか。じゃあその時に直感で採用とかなってくると、いい悪いが 50-50 で分かれちゃうんだけど、なんかこいつ違和感感じるなって思う人って 100% いるんですね。だから違和感を感じたら採用しないっていうのが一番安牌なんですよ。違和感は 100% 当たっちゃうん。
だからこの違和感っていうところに、まあ、この採用だけじゃなくて仕事においての全てっていうところに違和感っていうアンテナを張っていくと、だから結構いろんなところに違和感って落ちてんだなっていうところに気づいて、でそれを解消しに行こうとすると結構成長するって思いますよね。小林さんとかそれこそ例のトラに出てたんで、うん、いろんな人のプレゼンを聞くわけじゃないですか。聞きますね。そういう時も違和感とかを見てたんですか？まああれは投資だから、まあ、ビジネス的に儲かるかとかっていう話もあるけど、人となりとかを見るときは違和感がある人には 100% 出してもらう。それはどういう違和感になるんですか？僕の場合とかは例えば筋が通ってないことを言ったりすると違和感を感じたりするんですよ。僕は筋を通す人ですって言ってるのに、なんか1年前にもう3社ぐらい転々としてるみたいなことを見ると、そこにいやなんかこれって違くないみたいな、なんか違和感を感じるわけですよね。でそれってまあ今のってめちゃくちゃ分かりやすい違和感だけど、なんか例えばそれって仕草にも出たりするわけです。俺はなんか筋を通す人、男気がありますとか言ってるのに目を見て話さないとかって、なんか俺にとっては違和感だったりするわけですよ。全然男気ないじゃんみたいな、普通になんか逃げてない、自信なくないみたいな感じで違和感を感じるわけですよね。そういう時になんかじゃあもうこの人はちょっと違うなみたいな風に感じることありますね。まあ違和感って基本的にアンテナを張っていくとどん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 研ぎ澄まされていくんで、悪い予感がするとかってあるじゃないですか。なんかこれ言ったらちょっと良くない気がするみたいなのがあったりするじゃん。なんかそういうのとちょっと近いんですよね。なんか自分の生きてきた経験則の中からこれをやっちゃうとなんかこうなっちゃいそうだよねみたいな、悪い方向に進んじゃいそうだよねみたいなのが違和感になってくるわけです。でこのアンテナ張っていくとこれの数がどん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 増えてくるんで、あとはこれを解消できるかどうかっていうのが自分の力になってくるのかなっていうありますよね。なんでまあビジネスをやっていく上でこの違和感っていう感覚をどん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 自分に身につけていくと、直感よりも頼れる感覚になるんじゃないかなっていうので、まあこの違和感っていうのをね、ぜひねレベルアップしていただきたいなと思っております。はい、ということで続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。マーケティングチャンネルでは明日仕事仲間よりも一歩利用できる情報をどんどん配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。